はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、気になるニュースに関して取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回気になったのはね、朝日が出している記事ということで、お題がまずお読みさせていただいて、その記事を読ませさせていただいて解説させていただきたいと思います。ブラジルから帰国、家族4人の感染確認、羽田空港ということで、厚生労働省26日、羽田空港に25日に到着した外国籍の男女4人が新型コロナウイルスに感染していると発表したということです。4人とも症状はないという、このうち3人は東海省在住の家族で、30代の男女と10歳未満の女性がブラジルに滞在していたという、もう1人はね、20代の男性で、厚労省が行動力を確認しているということで、この件に関してはちょっと今話題となっているので言及させていただきたいと思います。東海地方ということで、浜松はブラジル人多いですから、浜松の可能性もあるし、まあ、愛知とかね、可能性あるかなと思います。この中でまあよく便が出てたなって感じがするんですよね。これは多分アメリカ経由か何かで来たと思うんですね。もしくはメキシコ経由ってでもあるんだけど、便がまあこの時期でもやっぱ出てるんだなって思いましたね。臨時便なのかな。で、その中で今ブラジルに関してはね、前お伝えさせていただいた通り、世界で今2番3番を争ってます。ロシアと共にアメリカが1番で、その後ブラジルなんかもすごく多くてね、その中でボルソナロ大統領とかがしていた経済優先策によってね、感染者が増大していた。まあそれはもともとの国民性がありますからね、警戒心が薄い、まあラテン系の人々ということで、その中で前言及させていただいたんだけど、まあ正直な話、まあこれは多分日本でね、働いている人々なのかなって感じは、もちろん旅行では来ないと思うので、日本で働いているのか、もしくはこれからも働くっていうのかわからないんですけど、いずれにしてもね、日本で労働する人々だと思います。そこで、4人とも症状がないということであったんだけどね、よくまあこれで検査やっぱりね、厳重にした方がいいってことはよくわかりましたね。症状がないまま来て、そのまま実際かかっててまた日本でね、まかれる可能性があるので、そういったところはやっぱりしっかりと、空港側がね、しっかりと検疫をしていくべき、ところで、まあ、今回これが分かったわけです。で、これをじゃあ国に返すかって返すことしないでしょう。その中で、まあ、隔離という形でやって、病院にということでね、やってという形になると思うんですけど、まあ、なんというかな、この時期でもやっぱ来るんだなって正直思いました。本来であればね、まあ、水際でまあこれ止めていただいてよかったんだけど、正直向こう側の空港で空港出る人も確認してね、検査を受けさせて、その上で出させてほしいってありますよね。まあそうするとまあ航空会社航空券取ってるのに、まあそのまま結局キャンセルになってしまって損してしまうってこともあるのかもしれないんだけど、そこはやっぱり当日のね、出る時にね、やはり、やっていただいた方がいいと言えばいいですよね。そこら辺がやはりね、しっかりやらないといけないのかなって感じがします。今まあ緊急事態宣言が日本では解除され、ブラジルなんかと比べると日本のが非常に安全です。その中でまあ日本に避難してくる、いわゆる外国人労働者、もともと日本に働いて帰省しててね、でもしくは、海外移住していて、日本に帰省する人々もいる中でね、しっかりとやっぱここら辺の問題を考えていかないといけないのかなって感じがします。結局まあそういった海外からの流入者によってまあ感染者がまた出てくる可能性が第2波第3波となる可能性があるので、その中でやっぱりそこら辺に関してはしっかりとやっていくことが重要かなって感じはします。ということでね、今回ちょっと気になる問題ということで言及させていただきました。だから日本のが安全ですからね、その中でまあブラジルも安全ですから、それ帰ってくるともあるんだけど、そこら辺やっぱりしっかりとね、本来であれば向こう側の空港で最初検査して、検査で、ね、感染が確認されたら、もう出さない、出国を認めないってことにしていただくのが一番いいんだけどね。そこがなかなかできないのが今の実情かなとは思っています。そしてまあ今回ね、まあ、いわゆる緊急事態宣言が解除されて、その中でまあみんながね、もう安心して、じゃあ越境してどっかに行こうぜみたいな感じになってる人もいるんですけど、それもやっぱり避けていただきたいんですね。感染者多い都道府県の人がね、例えば、まあ、他のところに行くとなると、やっぱ地元の人あんまよく思わないのもあるし、その中でね、感染が広まっているのも事実であって、そういったところで油断をしてしまって、結局ね、北九州でもそうだし、東京でもね、いろいろクラスターが発生したわけです。その中でやっぱり医療関係者の方々も考えると、自分たちの行動を身にね、やっぱりそこら辺に関しては、ね、落ち着いていかないといけないし、いわゆる行動指針ね、国、政府や自治体が示している行動指針、マスクをつけたりとか、
買い物機能少人数で短時間、そして、距離は空ける、なるべく3密を避ける、いろんなものが出てるんだけど、そして越境に関しても6月19日までは不要不急の、自分の住んでる、都道府県のところから越境しないっていうのが出てるので、そこら辺はやっぱり守っていくべきだと思うんですね。そういったところがやっぱり緩んでしまうと、やっぱりまたね感染者が出てきてしまって、ので、ここはしっかりとやっぱり考えていかなければならない問題かなと思います。ということで今回気になる問題ということで、研究させていただきました。皆さんも何かね、海外のことで、何か気になることとかね、まあいろんなもの気になる問題があったら質問がいただければね、このように回答させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。